しもーし。はい、もしもし。よっちゃ、今見たけどさ、はい、あの狩りは絶対意思あるよね。どうなんでしょうね。俺編集してて、うん、確かにライト1個しかないから影が2つに分離するのおかしいなとは思うんだけど、そう、ましてや僕の、ライトだったらムイ君はこう照らすだけやん。うんうんうん。ちゅうことは僕の後ろにもう一個ライトがないとあの影は落ちないんやん。うん、そうそうそう。でしょう。もう完全にあれ影だけが意思持っとるやん。まあかなりやばいやつなんでしょ、その状態としては。今まで一気に何森の方気をつけろよって言ってたじゃん。うんうん、あの中の一つ俺とムイ君をに吸い取るやつやじゃない。ああ、常日頃って言ったらあれだけど、そういうなんか、うん、あったら俺自分で除霊するもん、自分の体の中。まあまあ、あなたのではないなと思ったけど、うん、むしろムイ君に近い方だわ。うーん、前もムイ君の影でスッと動いたやん。ああ、確かに。うん、ああ、俺警戒が少ないのかな、ムイ君に対して。まあどうなんでしょうね。もしムイ君に近いでもあって、うん、だけど幽霊さんたちがムイ君に乗り移ることはできないみたいだね。それだけの力がないってこと。そうだね、僕の結界の方がまだ力があるって証拠だね。ああ、結界なかったらもう取り憑かれてる。高いところか。うん、うん、じゃあ大丈夫だな。いや、高いところから飛べるような思いしたらどうするんよ。あ、俺は空が飛べるんやと思ったら。そういうのはないな。じゃあ大丈夫だ。うん、それ以外は特にないから、まあ大丈夫だと思いますが。ならなんとか結界は守られとるっていうことだね。まあだったらいいんじゃないですかね。一番なんか物が取れて安全なあれだから。俺あの影だって影が見えたから見えたってわけじゃないから最初は。ああ、うん、あれこの影このかほかとっからまあ、やべえ、霊気が見えるなと思って探したら影やったんや。ましてや、あの影はもう意図的に自分で動いてる。今までさ、外人墓地か。ああ、ありましたね、影が動いてるの。うん。あれはたまたま映っちゃったってやつなの。ほう。今回は意図的に映して意図的に消えたってやつなんだ。っていうことは今までは警告と言えば今度は脅迫だろうね。がっつりもうなんか敵視されてるやん。俺らはもうこれ以上進むべきものでもないし来るべきでもないっていう。あ、これが多分みんなが言ってるあの何だ何ライダースーツって言われてたやつだわ多分。へえ。ライダースーツではないんやけどな。あなたの目から見てどんな格好。あのね、ピチピチの革ズボンに革ジャンなんだわ。あー、でも人によってはそれライダースーツって言い回しするな。見えるね。うん、だけど今回この影は違う。か、革ジャンと革ズボン履いてブーツ履いとる。
あ、俺でもその人見たら多分あれ説明するときにライダースーツって言うかもしれん。変なあのキザなアイドルが着るような衣装だね。うん、うん、一番好きな服着て死んでるって感じ。あらあら、うん、自殺だね。そんな格好して自殺なんや。一番自分の好きな服を着て自殺ってやつか。ああ、その服は多分誰かにもらったってやつかな。この会話をまた動画に上げていい。録画しとるの。でも今回はお互いどこの心霊スポットよりかもまずやばい、一番最高にやばいとこやったと思う。ああ数センチ横が地雷を踏みそうな場所で俺らは一生懸命撮ってたみたいだね。舐めてた。今回だけはクソ舐めってやつだわ。まあ完全に探索できたの前回がね初めてで、どんな場所かも正直分かってなかったから。変な話、俺最後まで気を抜かなかったら多分どっかで事故ってたっていうあれだな。あの最後までなんていうのあれ、あ、どういうこと。要するにカンボライケ、撮影終わるやん、うん、でオンムイ君を、うん、送ってくやん、うん、でカッちゃんを。急にセリフ回しが。はい、それまでの気を抜かずに行ったために助かるけど、これを気を抜いて普通のカッチャに戻った瞬間、二人で事故るか俺が事故るかった。どうなんだろう、俺のそばにいたから要は俺狙いじゃなかったかなとちょっと思ってたりするんですけど。それはもう完全多分ムイ君狙いでしょ。ムイ君の方がだって俺は霊感で自分で何お払いできるけど、ムイ君お払いできんから。かといって僕の気をムイ君に流してるんだけど、やっぱし薄い面も出てくるみたい。どっかに穴があるんだろうね。ああ、うん、まあ、変な話、ムイ君が僕をもうちょっと 80% 信頼を 100% 信頼になったらうまくいくんじゃない。なんで俺が信頼しない前提になってるのか。いや多分この辺りだろうなとは思ってんだけどね。そう、でも今まで来た中では全部守ってきとるでいいかなと思って。うん、それは確かに。うん、今回カンボライケでは多分ムイ君が今まで僕と一緒に行った中で多分旧本坂トンネルやら伊勢神やら、うん、ベキやら19やら中では多分体の中に入れられた気分だろう。体の中に入る大御所だろうね。へえ。うん。そのぐらい凶暴性な影だったね今回。なんてこった。なんてこった。だって影が意志を持ってんだもん。うん。僕に見つからまいと一瞬で。ムイ君の影に入ったよね。ああ。あのもう一回見てみ、戸惑いっていうのがあるね、あの影。そう。一回見てみ、一瞬の戸惑いっていうのがあるはず。へえ。へえしか言えねえ。だから完全にあれはもう幽体っていうやつだな。うーん、まあでも自殺しちゃうくらいだから何かはあるのか。自殺してる、それもすごい
ち悩んだ自殺だね。相当追い詰められてるな。そうだね。うん。だから俺たちに対しては敵意しかないだろうね。だけど俺の場合は、俺は自分の体で除霊しちゃうからさ、すべて入ってきたものが。ムイ君には除霊ができないから入らさせないようにはしてるだけ。ああ。うん。だから本能的にムイ君も。あの上に登りたいという気がなくなるんやて。ああ。俺は本能的にあんまり考えないから上に登ったけど、多分それ以上登るっていうことがもう本能的に無理だったんやて。まあ確かに、うん。うん、ドンっていう音と影と嫌な気持ちが一つになったって。まあ確かにそんな、なんていうの、そうだよな、確かになんか登る気ゼロだったなあの時。うん、俺も疲れもしてないのにすげえ体が調子いいって言っても、うん、あのあそこと一緒だったなんとかでジラで、あ、神社、こないだ行ったとこ、うんうん、変な壁があるってすげえ滝が流れとるとか言ってたやん。はい、あれの本当にあんなような感じが、あ、階段の向こうにあると思えばいいわ。うん、うん、あれそんな、なんだろうな、池にライダー装置じゃねえと思うけどな俺。たまたま池を渡っとっただけで、本来は森の方だと思うけどな今回の影で。まあ確かにそれは俺らの場合は森でしたな、池の上っていうより。そうそうそう、池はもうなんか浮遊霊がいるって感じだったね。初耳ですけど。え、なんで、あ、そっか、ムイ君たちにとってオーブは玉しか見えんや。うん、だけど僕の場合はあれが全て人間に見えるっていうか、幽霊、幽体に見えるだけなの。ああ、ちゃんと人型で、うん、人型で、そう、男の子おりゃ、女の子がおりゃ、おばあさんがおりゃな、30代、40代だって。あんな場所でもじゃあ賑やかに見えるっちゃ見えるんだ、人たくさんに。そうだね、そうだから、霊感を持っちゃってあげるとな。うん、はあ、まあなあ、ムイ君たちにとってはなんか何を喋ってんねんっていう感じやからさ、うん、うん、霊感が強いっていうか、そういうことになるとそんなもんばっかだと思う。なんか俺がオンオフやらなければもうほんと悲惨な状況だな俺にとっては。なんかすごいな。なあ、めんどくさいやろ。だけどそれがわからない限り、ムイ君を守ることができない。ああ、それは確かに。そう。そう、それがわからないと本当ムイ君最悪だもん。多分とっくに取り憑かれてるんでしょうな、何か所かで。とっくに狭間ぞ、なえた。そこでも完全に子供に取り憑かれてるよね。もう影が見える、影が見えるっていうことは半分入っとるようなもんやで。ああ、不動尊の方か。はいはいはい、不動尊、狭間不動尊。うん、影が見えるっていうことはもうほとんど、そうなのか。うん、そうだね。うん、影が映るっていうことはもう俺らはもう影は見えないけど、その影以上のものが見えるだけやから。まあ、そう、影は初歩的な感じなんだ。でも多分あれだ、他のトンネルとかでなんか影とか見えたら、うん、おってなると思うけど、狭間、うん、不動尊だけはもうビビれんな。狭間不動尊はだっていろんな声が聞こえるんやね。
もうあそこはなんかなんていうの、若いだけあってアクティブすぎるって思う、なんか。そうだから今回はちょっとカンボラ行きはちょっと舐めたな、うん、でこれ以上霊感上げるのも良くないもんでさ、うん、また天狗神社みたいになってもあれですしな。そうそれ以上になるともうめんどくさいもんでさ、あのお祓いするのに。今がちょうどいいんやけど。